今日は久々に、菓子パン食べます。じゃーん、神戸屋のレモンクリームパン。ちなみにカロリーが1個342カロリーです。初めて食べるのこれ、ホワイトチョコ入りの濃厚レモンクリーム。しっとりグレーズコーティング。ほんま久々。ああ、いただきます。だってダイエット中やから、もう菓子パンとか、もうっていうか、もうここ最近食べてんかったの。そのダイエットする前もそうやったけど、あんま食べてんかったの。ほんま久々に食べる。レモンクリームが入ってる。飲めるかな。見えにくい。うまっ。いや、久々マジで。そんなにね、あのレモンの風味はきつくない。さっぱりしてる甘さです。うん、いや久々で甘いもん。確か最後に食べたのはあれや、あの業務スーパーのチュロスか。うん、じゃ菓子パンもうまいけどカロリー高いからあんまりいっぱい食べたらねまずいよ。食べるんやったら1個か2個やな。2個も食いすぎか、1個やな。ね。いや、私やってね、本番もね、あの、カロリーとか気にせんとね、食べたいよ。食べたいものを食べたいよ。食べたいもの、好きなものを好きなだけ食べたいよ。ちなみに今一番食べたいのはあの業務スーパーの私の大好きなイタリアンタルトです。あの動画でもね、あのご紹介したやつなんですけど、イタリアンタルト、タルトやねんけどクッキー、タルトという名のクッキー、めっちゃでかいです。あれが食べた。ちなみにあの、もうすぐ誕生日です、私の。3月22日が誕生日です。バースデーケーキ代わりに、それにしようかな。イタリアンタルト。あー、うまかった。やっぱり久々に食ったうまいな。最高です。ごちそうさまでした。菓子パン最高です。